2010年ダッチ TT2011 年チェコ GP、ニコラス・テロル・ペイドロは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県、アルコイ出身のオートバイレーサー。2011年のロードレース世界選手権 125CC クラスチャンピオン。1999年、テロルは10歳の時にミニバイクレースに初めて参戦する。 翌2000年には 50cc の地方選手権、2001年は 70cc の全国レース、2002年は 125cc のアプリリアカップとステップアップしていった。2003年にはスペインロードレース選手権 125cc クラスにデビューする。翌2004年にはホルヘマルチネス率いるチームアスパーに移籍し、シリーズランキング4位の成績を残した。 またこの年のロードレース世界選手権最終戦、バレンシア GP125cc クラスのレースに、負傷欠場となった、マイク・リメ・リオの代役として参戦を果たした。125cc クラス2005年、テロールは、デルビのマシンを買って、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、フル参戦デビューを果たした。 しかし、トレーニング中に酔った秘蔵を切除するほどの重症に、苦しみ、わずか1ポイントの獲得で、シリーズランキングは36位に終わった。翌2006年は53ポイントの獲得で、シリーズ14位と成績は改善したが、2007年には、スランプに陥りシリーズ22位に沈んでしまった。二千八年には、ジャックジョーンズ WRB チームに移籍し、 アプリリアのマシンに乗り換えた。第2戦スペイン GP で初表彰台を獲得、雨でレース短縮となった第14戦インディアナポリス g p で初優勝を上げるなどの活躍を見せ、シリーズ5位と大きく成績を伸ばした。チームに残留した2009年シーズン、テロールは最新ファクトリー仕様の RSA125 を手に入れた。しかしチームは 資金難に苦しみ、開幕前のテスト不足が影響して、シーズン序盤は苦戦が続いた。だが中盤以降は調子を取り戻し、第14戦チェコ GP で一勝。他にも3回2位表彰台に立つ活躍を見せ、最終的なランキングは3位となった。2010年シーズンはスペイン選手権時代の古巣で、あるアスパーチームに移籍し、 ブラッドリー・スミスのチームメイトを務めることとなった。テロルはシーズン3勝、全17戦中14戦で表彰台に立つ安定した速さを見せたが、チャンピオン争いではシーズン10勝を上げる強さを見せたマルク・マルケスに14ポイント差で敗れてランキング2位に終わった。第七戦、カタルニア GP のファイナルラップで転倒し、腰椎を骨折して、 次の第8戦ドイツ GP を欠場したのが大きな痛手となった。2011年は前年の上位勢の多くが元2クラスにステップアップする中、アスパー 125cc チームに残留した。テロルは開幕から3連勝を遂げてチャンピオン争いをリード第7戦ダッチ TT では予選での転倒で右手の小指を負傷し、 決勝レースを欠場したものの、次戦イタリア GP で、シーズン5勝目を挙げて、復帰を飾った。その後、第12戦インディアナポリス GP から再び3、連勝を挙げて、年間8勝を達成、最終戦バレンシア GP で125、CC クラス最後のワールドチャンピオンに輝いた。元にクラス2012年、アスパーチームに残留するテロルは、 中量級、元にクラスにステップアップを果たす。チームメイトは2010年チャンピオンのトニエリアスが務める。ありがとうございます。